はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずゆこです。それでは今回なんですけども、Yahoo の一部サービスが PayPay ペイペイに名称を変更、セブンイレブンがセルフレジを9月から導入、最後にキャンペーンのまとめもということで、今回はいつもの日曜日のまとめ動画とはちょっと雰囲気を変えまして、先週1週間に起きた話題を軽くですね、ちょっとまとめさせていただいて、そして最後にスマホ決済のキャンペーンについて簡単にお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう それでは早速、先週1週間で起きた話題なんですけども、まあ主に僕が取り上げるのは、キャッシュレスとかお得とかポイントとか、まあそういった関連の情報をですね、簡単にお伝えしていこうと思います。 で、今回は二つピックアップをしております。その一つ目がこちらですね。じゃんということで、まあ今回のちょっとサムネイルタイトルでもあるんですけども、ま PayPay のね、一部のサービスに関して、2020年の秋以降順次名前が変わっていくというようになってます。ま Yahoo の一部サービスというんですかね。で、現状であればクレジットカードの Yahoo カードは PayPay カードになったりとか、Japan ネット銀行が PayPay 銀行。で、ワンタップバイに関しては PayPay 証券。Yahoo 保険に関しては PayPay 保険。y j f x に関しては PayPayFX。 で、Y ジャムに関しては PayPay ペイペイという名前に変わるということですね。で、ここまでに関してはおまけの時にもお伝えしたんですが、今回ですね、まあ、ちょっと Twitter に少し面白い画像が流れてまして、それがこちらなんですけども、 じゃんということで、こちらの楽天のサービスですね。まあ、ツイッターの方がですね、まあ、ここの、それぞれの画像を比較してて、まあ、比較するのもちょっと変かもしれないんですけども、いわゆるその経済圏といえばね、もう楽天が一番先に浮かんでくるんじゃないかなと思います。まあ、今回主にそんなに大きく比較するわけではないんですけども、今ここに出てる、まあ、PayPay カードとか PayPay 銀行とかそういった今、青枠になってるところですね。で、ここが、まあ、楽天で言うとどの部分に当てはまるかっていうところなんですが、 それがこちらですね。楽天証券、楽天カード、楽天銀行、楽天生命とかですね。まあこう考えたら、もう本当にこの楽天経済圏の数ですごいですよね。まあ他にもね、Yahoo に関してはまだまだいろんなサービスがあるので、まあ一概に、まあサービスが少ないというわけではないんですけども、もちろんね、それぞれ良さがあるので、 そう考えたら、この独自のこのエコシステムで言うんですかね、この経済圏をどんどん作ってきた楽天っていうのは、本当にまあそれはそれですごいなと思いますね。PayPay ペペも、いわゆるその少し前もね、話があった、その PayPay 経済圏っていう名前に少しずつなっていくのかどうかっていうのが、僕としたら今後の楽しみの一つなのかなと思いますま。かなりね、時間はかかりそうではあるんですけども、 ま、今後のね、その PayPay ペーペーとか Yahoo のサービスがどのように進化していくのかっていうのは、ゆっくりと見ていこうかなと思っております。それでは次ですね。じゃんということで、セブンイレブンセルフレジ導入へということで、まあ、こちらもですね、僕のツイッターでも少し呟いたんですけども、まあ、簡単に紹介したいと思います。それがこちらですね。まあ、今回のセルフレジとなるものですね。ま、ほんいつもお会計で使っているレジに本当に近いですね。で、一応そのセルフレジのサービスが、そのお会計セルフレジというようなサービスですね。 で、このセルフレジに関しては、9月以降、2020年の9月以降、順次導入がされるみたいです。まあ、夏が終わりかけてるぐらいの時ですかね。で、一応下にも出てるように、2021年の8月までに全エリアへ導入が完了する予定ということになってます。なので、まあ、すぐにその9月以降使えるというわけではないんですけども、とりあえず2021年の8月を目標にしてるということですね。 でですね、そのレジの特徴のまあ一つとして、僕がおおっと思ったのがここなんですけども、もう見ていただいたらわかるように、現金でのお会計はその生産機を使って行うことができるということになってます。いや、本当にね、これまでのそのコンビニのセルフレジのサービスといえば、まあほんと現金が使えないというイメージだったんですけど、まさかセブンイレブンはここの現金を使えるところとして、まあ差別化というんですかね、そこを導入してきたのはかなり意外だなというふうに思いました。 一応ですね、このレジに関してはもちろんのことをキャッシュレス決済にも対応します。まあそれが今下に出てる通りですね。クレジットカード、デビットカード、あと各種バーコード決済、7個、小付け、電子マレーというのはキャッシュレス決済が対応するということですね。で、せっかくなんで、まあ、他のファミリーマートとかローソンがどんなセルフレジを導入してるのかっていうのを簡単にだけ紹介したいと思います。今出てるのがファミリーマートのセルフレジですね。 ま、正面から見るとこんな感じです。今出てるような、いらっしゃいませっていう風に出てる、まあ、ここのタッチパネルを使って操作をすると。で、あとはバーコードを読み取ったりとか、ここで普通に決済を行うという流れになってます。使い方に関しては、たってシンプルです。で、もちろんのこと、先ほどもお伝えしたように、現金払いはこのセルフレジでは不可となっております。 で、次はローソンですね。ローソンはこんなセルフレジとなってます。今、今であれば右側に出てるようなセルフレジを使うと2%のポイントバックのキャンペーンをやってます。で、操作に関しては左のタッチパネルを使って電子マネーとかクレジットカード、バーコード決済など、まあそういったのを使って お買い物ができるということですね。で、もちろんのことは、こちらのセルフレジに関しても現金払いが不可ということになってます。なので、まあ、そう考えたら、セブンイレブンのセルフレジで現金が使えるっていうのは、まあ、かなり本当意外だなというふうに思いました。で、あともう一つ僕が思ったのは、 ま、かなり、このセルフレジに関しては、場所を取る印象が強いので、まあ、いつも僕が利用しているセ,あのセブンイレブンに、このレジを置く場所があるのかなっていうふうに、ちょっとした疑問が出てきましたね。先ほどお伝えしたファミリーマートのセルフレジに関しては、ちょっとあの、普通のレジとは違う場所に置かれてたので、まあ、決済自体は結構しやすいのかなと思いました。で、あと、ローソンに関しては、もともと店員さんが使ってる、 レジをこうひっくり返して、それをセルフレジにできるというような仕様になってたので、なのでこうわざわざね、セブンイレブンの場合はその場所を作るのかどうかっていうのが、まあそこも含めてちょっと疑問が残るところではありました。まあちょっと導入を楽しみにしたいと思います。それでは最後はこちらですね、8月3日から8月9日のキャンペーンのまとめについてですね、めちゃくちゃ簡単にだけお伝えします。 まず、8月の3日から8月の31日までに関しては、PayPay j a の1都最大1000%戻ってくるキャンペーン、これ街のお店が対象となりまして、こちらのキャンペーンは抽選のキャンペーンとなります。まあ3等であれば5%、最大であれば1等であれば1000%戻ってくるということで、まあ、抽選なので無理に使う必要はないんですけども、普段から PayPay ペペ利用されている方は、これを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、あとこちらですね、D-Barine 7ブンの5%もしくは25%分の還元キャンペーンですね。こちら、あの、僕の動画でも お伝えしたんですけども税込み700円以上の決済であれば初めての方であれば25%でこれまでずっと D 払いを利用されてた方であれば5%分の D ポイントの還元を受けることができますこれがすでに1日から始まってまして8月の16日までとなっておりますでこちらも以前ね動画でも紹介しました D 払いのお買い物ラリーが始まりますこれは8月3日から8月の31日までとなっておりまして 条件をクリアすることによって最大で30%分の D ポイントの還元を受けることができます。結構このキャンペーンお得ですね。続きまして a u p イですね。a u p イでは対象のドラッグストアで最大で10%分の還元を受けることができます。こちらのキャンペーンすでにスタートしておりまして8月の31日までとなっております。そして a u p イではこちらも開催されてます。 対象のスーパーで最大で10%分の還元を受けることができますまあ、こちらは本当対象のスーパーに関してはかなり僕が住んでる地域ではほとんどなかったのでまあ、ここに関してはご自身の地域のスーパーが対応しているかどうかっていうのをキャンペーンの公式ページをぜひチェックしてみてくださいこちら9月の30日までとなっておりますあと他のキャンペーンに関しては下の概要欄にリンクを貼っておきますまあそんなこんなで今回は先週の話題を2つピックアップしてそしてキャンペーンのまとめについてめちゃくちゃ簡単ではありましたけども 伝えさせていたただきました、まあ、今後どうするかどうかっていうのはちょっと模索中なところではあるんですけどもキャンペーンが多ければもしかするとキャンペーンを長くお伝えするかもしれないですしもしかするとその先週いろんな話題があればまたそちらを 主にピックアップしてお伝えするかまあいろいろちょっと僕の方でね試してまた動画としてまあ、日曜日あたりはこのスタイルでいいのかなという風にも思っておりますまあご意見などがあれば下のコメント欄に書いていただければなと思いますということでまた月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ということで今日はですね、この PayPay j u 2 0 0 0戻ってくるキャンペーン、これ皆さんやられましたかね、まあ、僕はね、ちょいちょい今 Twitter にもアップして、 まあ僕はですね、4回ぐらい決済をして、その中で当たったのはこちらのみとなってます。まさかね、ちょっと今朝ローソンを利用して、そこでペイペイで決済したら、まあ見事に4等が当たったということでございました。いや、初日はね、あのユニクロに行ってちょっと欲しいものがあったので、もともと買う予定だったので、それでペイペイで決済して当たればよかった、当たれば嬉しいかなというふうに思ったんですけども、まあもちろんね、当たらず。 ですけども、まさかの朝ローソンを利用したら当たったということで、まあもともとね、ないものと思えば全然お得だとは思うんですけども、皆さんはいかがでしたかねまあ今月の PayPay ペペジャンボも利用するかどうかちょっと迷ってるところではあるんですけども、動画のネタ的にはちょっとありなんじゃないかなというふうに個人的に思っておりますということで、ありがとうございました。